皆さんこんにちは、産婦人科医の高橋玲奈です。今日は、子宮頸がん検診を受けていこうと思います。普段私は自分の後輩の女医さんにやってもらったりしているので、今日お願いしようと思います。それでは着替えていきます。こんな感じで着替えていきます。私の前の動画でも検診のことを出したりしてますけど、ちょっと着替えていきますね。そうだそうだそうだ、せっかくだから白衣でもかけよう。はい、お願いします。はい、これは自分の白衣をかけています。私はカーテンは使わない派です。お願いします。緊張する。ちょっとね、出血してるかもしれないですよ。ピルで不正出血が最近あったので、そのまますぐやってもらって大丈夫なんですけど。触ります。機械がかかります。はい、出血ないです。ないですか、よかったです。検査してます。はい、今がん検診をしてもらってますけど、ちょっとお腹の奥の方がちょこちょこする感じがしますね。じゃあエコーもしていただこうと思います。機械が入ります。はい、子宮頸がん検査と超音波の検査が終わりました。20歳以上の方は2年に一遍子宮頸がん検診が推奨されてますので、ぜひ皆さん受けるようにしてください。ちなみに私のエコー画像をお見せします。これが子宮ですね。このナスみたいな形をしているのが子宮です。こんな感じですね、うん、で大体6センチぐらいで、子宮の中は薄っぺらくて、ずっとピルを飲んでるのでこの内膜ってところが薄くなってますね。菌糸とかも何もないです。でこれが右の卵巣ですね。でこれが左の卵巣です。子宮も卵巣も問題なかったので安心です。さっきの動画ではちょっとカットしてしまったりとかしてるんですけれども、全部で内診台に上がってから 1,2 分で終わりましたね。で、まあ、着替えたりする時間も含めても5分もかからないかなという感じです。本当に簡単に終わりますし、リラックスしてもらえれば全然痛みとかない検査なので、ぜひ皆さん最近受けてないなという方は受診してください。本当になんか最近コロナの影響でコロナが心配で病院に行けてなくて検診も受けてないという人も結構いらっしゃって、それでなんか進行しちゃってる人とかもいるので、あとよくあるのがお産してから受診してないとかいう人ですね。あとは閉経してからも私には関係ないことだと思って行ってなかったっていう患者さんも結構あるので、子宮頸がんの検査はぜひ一生していただけたらなと思います。区の検診2年に1遍とか1年に1遍とか自治体によりますけど、無料クーポン来たりしますので、ぜひ受けてください。それでは本日はこの辺で終わりにします。最後までご覧いただきありがとうございました。産婦人科医の高橋玲奈でした。またねー。